こんにちは、スケです。ホームスケープ続きやっていきます。現在のパズルレベルは1893です。私事なんですけど、ずーっと体調が悪くてですね、もうかれこれ2週間ぐらい、ホームスケープの実況の動画撮ってなかったんだよね。なんかね、熱とかがあるわけじゃないんだけど、たまに咳込むと止まんなくなっちゃってね、気管がなんか、ピリピリパリパリする感じで、咳込むと辛いんだよね。ちょっと YouTube の活動に支障が出ちゃってます。まあそれはいいとして、そんだけ期間が空いちゃったんで、ストーリーすっかり忘れちゃったんで、自分の前の動画とか見たんだけど、あ、意外と面白いなとか、久しぶりに思ったな。自分の動画見て。自画自賛しちゃった。まあそんな感じで続きをやっていこうと思います。現在のストーリーの説明をしている間に、高評価ボタンをポチッとよろしくお願いします。ぜひともお願いします。現在のストーリーは湖の向こう側第3マップバロー城の右側の方にある駅と機関車をリフォームしています。ベティちゃんがね、試運転でもう完璧と思って走らせようとしたら、煙突だけ修理し忘れてて、新しいエンジンの排気に合わなかったらしくて、もく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 なっちゃって全然走んなかったんだよね。それでいじけて、私なんてもう無理よっつって出てっちゃったんだけど、荷物を取りに戻ってきた時に、このラウル・ゴンザレスがね、お前じゃなきゃ無理だみたいな感じでうまいこと引き止めてくれて、一緒に修理をしているところです。で、そうそう、このベティちゃんなんだけど、実は親戚だったんだよね。しかも本人知ってたらしい。まあ、この機関車をちゃんと修理し終わったら、実は私親戚なの、えへんみたいな感じで言いたかったんだろうけど、修理がね、うまくいきそうでいかない感じで、ずっと言いそびれてたみたい。ちょっとかわいそう。で、機関車はね、もう本当に、もう本当に本当に本当に完成したっぽいです。まあ正確に言うと、外側のペイントというかデザインがまだなんだけど、で、あとこの客車ね、お客さんを乗せる車両がなかったみたいで、それを作ろうとしてるんだよね。ラオウジさんが写真を持ってきてくれたんだけど、今更持ってきてくれて、あ、そういえば客車がないっていうことに気づいて作ろうとしてるんだけど、まあまだ車輪しかないです。ご覧の通り。ちょっと面白いよね、車輪だけって。もうこのままこの上にお客さんに立って乗ってもらってもいいんだけど。二人ぐらいしか乗れないけどね。まあそんな感じで、客車を作っていよいよ走らせる感じかな。で、記念式典みたいなの本番当日っていつなんだろう。もう今日が最終日で明日本番なような気がするんだけど、ちょっとよくわかんないね。てな感じで続きをやっていきます。あ、ちなみにパパとママは旅行から帰ってきてます。よし、じゃあ続きを見ていこう。車両の土台を取り付ける。これは客車のことだね。台座を作る。あ、そうだ。この機関車と駅の元々の持ち主のご先祖様、トーマス・バローの石像みたいなのをアンディに頼んで作ってもらうっつって、それを置く場所を今やってるんだった。じゃあこれやるか。台座を作る。台座作れんのかよ、オースティン。すげえな。おう、駅前綺麗。あ、キャサリン！久しぶり。オースティン、来たわよ。式典の準備をすごく頑張っているみたいね。そうっすね。めちゃめちゃ頑張ってます。ただの羊なのに、台座作っちゃったよ。台座って作るものなの？注文して持ってきてもらうもんじゃないのかな？キャサリン、来てくれてすごく嬉しいよ。そうなんだ。アーサーとアンディが、もうすぐトーマス教の像を持ってきてくれる予定なんだ。そのために小さな広場を作っているんだよ。じゃあ、間違いなく助けが必要ね。私は時間に余裕があるし、ここに植物でも植えようかしら。おお、そうだね。よく見たら草がボーボーだね。お願いしよう。いいね。私はラウンジエリアを作るよ。お客様の席が多ければ多いほど、アーサーも喜ぶからね。そうだね。客来なくてスカスカだったら悲しいけどな。何人ぐらい来るんだろう。つうか、このゲームさ、あんまり余計な人登場したことないんだけど。まあ、登場人物自体は結構多いから、その人たちが全員来るとなれば多いけど。でもなんか、最初の実家のエリアってさ、玄関前の道？知らないキャラいっぱい歩いてた気がするんだけど、あの人たちとか集まってきたりすんのかな？それともそのうちストーリーに登場するんだろうか。まあいいや、続きやっていこう。ラウンジエリアを作る、植物を増やす。まあ、先にベンチ作っちゃおっか。星5も持ってった。ちょっとこのベンチはシンプルすぎるな。あ、これぐらいがちょうどいいような気がするな。あ、こっちでもいいけど、ちょっとこれ重厚すぎないか？
これぐらいの方がのどかな感じがしていいよ。これにしよう。街灯ニョッキーンって伸びたな。これで快適なベンチに座りつつトーマスバローを眺めることができるよ。そうだね、なるほど。あとはトーマス教の到着を待つだけね。そうだね、そうだったね。何か足りないとは思っていたんだ。オースティンは自分が作った台座を眺めて満足してたんだな。像を早く受け取ることはできないけど、到着を待っている間に式典に向けて小さな広場を準備することはできるよ。キャサリン、ここには何が足りないと思う？え、像以外で？なんだろう。喉が渇いた時用のなんか水飲み場とか？でもなぁ、それちょっと駅の中に入れば、ジュースバーとか水飲み場とか確かあったような気がするしな。お客さんの庭で仕事をするときに、使い切った肥料の袋を捨てるゴミ箱があったらいいな、といつも思っていたの。おー、なるほど。ゴミ箱か。いいね。それはいいね。羊学校のとき、捨てられるゴミが少なければ少ないほど、掃除の必要もなくなると学んだんだ。それに、ここにはたくさんの人が訪れるだろうし、分別できるゴミ箱の方がいいね。そうね。最近の日本ってさ、どんどんゴミ箱なくなってってるよね。まあそれを管理するのが大変だっていうのはあるかもしんないけど、なんか前までここら辺にゴミ箱あったよなっていうところがどんどんなくなってってさ、住みづらい街になりつつある気がする。まあいっか、ここにゴミ箱設置したら毎日、いや毎日はやんないか、何日か一遍はそのゴミをさ、ちゃんと集めて捨てなくちゃいけないんだよね。手間だよね。まあでもなきゃないでポイ捨てされるしな。いや、そんな嫌な住人はいないか。いや、わからんな。どちらにしろゴミ箱あった方がいいね。よし、次行こう。よし、じゃあゴミ箱設置しようぜ。分別できるゴミ箱を置く。ドドドドン、いいね、いいね。おしゃれじゃん。オースティンが環境のことを気にかけてくれて嬉しいわ。そうだった！キャサリンって、環境のことになるとちょっとうるさくなっちゃう人だったんだ。忘れてた。第2章で結構キャサリンが燃える回があったよね。そうだったそうだった。羊たるもの、伝統に従うだけじゃなく時代にも合わせていかないとね。あと、どう分別するかも知っておかないとな。黄色のものは黄色のボックスに、青色のものは青のボックスに、緑のものは緑のボックスに入れるんだ。間違えたらダメだぞ。それじゃリサイクルにならねえわ。おもろ。パパのジョーク時々素直に面白いんだよな。好きだわ。このパパのジョーク考えてる人センスあるわ。よし、続き見るか。どうしようか。広場は終わっちゃったな。まあちょっと汽車は置いといて、植物を増やす。これやろう。その1、キャサリン出番だ。わーお、魔法かよ、すごい。一気に綺麗になったな。キャサリンにはいつも驚かされるよ。私も庭には詳しい方だけど、君はまさに庭の魔術師だね。そうだね、今の植物の生え方恐ろしかったわ。秘訣は何だい？オースティン、秘訣なんてないわよ。心の底から愛情を注いで、仕事をすれば全てが輝き出すの。その論理的思考になってないところがまさに魔法っぽいんだけど。キャサリンの愛情という言葉を聞いて何をすべきか分かったよ。なんだ？ベティと話をしないと。ベティは自分の仕事に愛情を持っているのに、父親の後を継ぐために諦めようとしているんだ。そうだった。ラウルが一応説得はしているものの、汽車が完成したら諦めるつもりなんだよね、まだね。そうだった。きちんと説得しないとね。それは大変ね。ベティがオースティンの言うことを聞いて、自分の心の声に耳を傾けてくれるといいんだけど、それが難しい時もあるからね。あ、ごめんなさい。電話をかけないと。ママ？どっか行っちゃった。あ、そこにいたのね。はい、いますよ。ベティが私たちの親族でいてくれて、どれほど嬉しく思っていることか、
それにもうすぐ家族が一人増えるかもしれないしね。え、何急にキャサリンのこと、何急展開、マジかよ。ええ、そうですね。おそらくレイチェルがマロー家の親族を他にも見つけてくれるでしょう。そういうことじゃねえ。誰かの兄弟の孫娘とか、マイクロフトおじさんの生き別れになった双子の弟とかね。そんなのいるのかよ、めんどくさ。性格一緒だったらめんどくさ。もうオースティンたら、察しの良さをレイチェルから学んでほしいくらいよ。あ、ちょうどキャサリンがいない時だったからよかった。こんな話一緒に聞いてたらすげえ気まずくなっちゃうとこだったよ。オースティン、いい知らせよ。予約のお客さんがキャンセルになったから、式典までここに残れるわ。あ、そうなん？よかった。そうだ、キャサリン一応お花屋さんみたいなことして働いてるんだよね。植物学者的なこともしてるし。忙しい人なんだよ。大変だ。それはよかった。これで駅を花で埋め尽くす時間ができたね。まあ少なくとも小さな広場は埋め尽くせるはずだよ。どんだけこき使う気だ。よっしゃー。まだちょっと、ぼうぼうな感じあるからね。電話だ、誰だ？はい、あー、スティーブン、仕事ばかりで、すぐうちが見違えるようになりますよ。誰？スティーブンって。あれか？ガーデンスケープの方の登場人物か。知らんけど。こっちもやんのかな？わー、ここら辺なんかボロボロだ。こっちもやってくれ、キャサリン。よし、次だ。植物を増やすその2。ういー、ういういうい。でもなんかまだ奥の方までやってないぞ、キャサリン。キャサリン、このエリアはまるでお祭りのようだね。ありがとう。君がいなければできなかったよ。なんだか私を帰らせようとしているみたいね。でも作業はまだ終わりじゃないでしょ？え、帰らせようなんかしてないですけど。キャサリン、そんなつもりで言ったわけじゃないよ。好きなだけここにいてくれればいいさ。でも念のため伝えておくけど、花で駅を埋め尽くすっていうのは冗談だからね。まあ確かにね。本当に埋め尽くされてもね。わかってるわ。でも台座の周りに花を植えるのは許してくれる？象が引き立つと思うの。おお、なるほど。いいんじゃない？私としたことがどうして思いつかなかったんだろう。お客様にどうやって快適な空間を提供したらいいかばかり考えていて、この場所を華やかにすることを忘れていたよ。おっちょこちょいだね。心配しないで。こんなに大きなイベントを主催しているんだから緊張して当たり前よ。それにあなたには花を植えることを思い出させてくれる花屋の友達がいるでしょ。あ、はい。もしかしてこの植えてる花全部有料っすかね。まあそっか、有料か。まあ全部マイクロフトおじさんに請求するからいいけど。よし、じゃあ続きだ。この仕事がうまくいかない理由、朝のエクササイズやらなかったら、あ、ズンバ体操だね。ズンバ、ズンバ、オッケー、続き。花を植える。その1、その2とかも関係なしにどんどん続くな。あー、なるほど、くそ。お、はー、これはもうこれでしょ。超ボリューミー。よし、これだ。これ何？バラ？綺麗だね。完璧だね。トーマス・バローの像が美しいものに囲まれてより映えるはずさ。すべてキャサリンのおかげだよ。その肝心な像がまだ届いてないけどな。台座が綺麗に飾られてるよ、これじゃ。もうオースティンたら褒めすぎよ。いつでも喜んで力になるわ。これほど大事なイベントの準備に関われることなんて滅多にないからね。本当に大事なイベントだよ。お客様はもうすぐ到着するし、え、あ、もう、もう、もう、本番な。マジ？ベティの機関車の修理もほとんど終わっているんだ。いや、客車がまだ車輪しかないですけど。ほとんど終わってるっていうのか、あれ。すべての準備が終わるといいんだけど。え、お客様はもうすぐ到着って、これ本番当日なの？機関車まだ一回も走らせてないんだけど。いいのか、それで。まあ、町議会のアーサーがいいって言うんだったらいいか。これ、まだ走ってないんだよ、この機関車。さあ、走らせるぞって言うと必ず何か問題が起きて走れないんだよな。あと、ここいい加減作んないと。やるか？続き。お、どんぐりが走ってる。
じゃあ、どんぐりが走るんじゃなくて、機関車を走らせなきゃ、車両の土台を取り付ける。よし、これやろう。鉄板だ、どう？いいね。それで、車両の準備の方は順調か？あと、どのくらいで出発できる？窓側は私が取ったからな。もう席の予約してるよ。こんな鉄板しかないのに。セニョール・ラウルと私で、土台と車輪はもう取り付けたわ。今の状態じゃ、そんなに遠くへはいけないけどね。でも、ウィリアムさん、安心して。式典までには車両が完成するから。はい。私たちは家族なんだから、他人行儀はなしにしよう。ウィリアムおじさんと呼べばいい。めんどくさ。ラウルとの仕事はどうだ？以前は一人で作業する方がいいと言っていたよな。ウィリアムおじさん、その時はトーマス教と同じくらい私にも才能があることを証明したかったからよ。でも今回は式典に間に合わせるために車両作りを手伝ってほしいとセニョール・ラウルから頼まれてやっているの。はい。ああ、ラウルにはベティが必要さ。ベティの代わりなんていないからな。もしいなかったら機関車や車両をどう修理すればいいのか頭を抱えていただろう。ベティ、そこにいたのか。車両のフレームを溶接しないといけないんだ。先に作業を進めておいてくれるか？必要なら相談には乗るぞ。お、ラウル師匠、弟子を使うのがうまいね。こうやって勉強させていくんだね。私がここを去る前にオースティン家族に俺を言うチャンスがどのこうの？ベティ、どういう意味だ？彼らはベティの家族じゃないですか。どうしてここを去る必要があるんだ？セニョール・ラウル、私は自分の将来について考えたのどのこうの？最後は読めなかった。パパはいつも私のことを一番に考えてくれた。でもそれは私に気づいてなかったの。困ったな。説得しきれないぜ、これじゃ。説得してくれ。頑張って説得してくれよ。ラウルしかいないんだよ、頼めるやつは。オースティンじゃ全然ダメなんだよな。よし、じゃあ続き見よう。フレームを溶接する。おお、意外とフレーム細いんだね。キラキラリン。なんかジャングルジムみたい。完璧だ。これほど巧みな溶接さばきを見たのは久々だぞ。ベティのおかげでテンションが上がってきたよ。お、褒めるのが上手だね。オーマイボルト、本当にそう思う？嬉しそう。久々にキラキラした顔だね。そのプロから認められるのは気持ちがいいわね。エンジニアの夢はもう諦めてはいるんだけど。とにかく今は仕事に集中しよう。車両の外装はどんな素材で作るべきだろう。ちょっとこれはわざと聞いてるのかな。うまいな、ラウル師匠。ネットには木材とかいろんな選択肢が載っていたけど、モダンな金属の外装がいいと思うわ。おう、なんかそれ車体重くなんない？大丈夫？いいチョイスだな。俺も賛成だ。でも金属のフレームを作るためにプレス機が必要だぞ。確か作業場にあったよな。それを使って作業を始めよう。すごい、なんかどんどん専門的なことになってきてる。ガン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 作っていくのか、ここから。このジャングルジムがジャングルジムじゃなくなっちゃうんだね。いよいよちゃんとした車両になっちゃうんだね。よし、じゃあ今回はこのジャングルジムのまんま次回に続こうと思います。続きが気になる人は高評価ボタンをポチッと押して応援のほどぜひともよろしくお願いします。また間隔が空いちゃうかもしれないんでね、みんなも前の動画とかを見て待っててください。というわけで次回は金属で外装パーツを作るっていうところからやっていきます。次回に続く。それじゃあまたね、バイバイ。